バレーボールネーションズリーグ福岡ラウンド。勝てばパリゴリン出場が決まるはずだった6月13日のカナダ戦。セットカウント2対0と圧倒的優位な状況から日本はまさかの逆転負けを喫した。カナダは終始サーブで日本を攻め続けた。攻撃を絞らせブロックレシーブでつないだボールを最後はエースが打ち切る。大逆転勝ちを成し遂げるなら これしかないという戦いぶりで勝利をつかんだカナダの選手はコートやミックスゾーンで喜びを爆発させている。その姿を横目に日本の選手たちは足早に引き上げた。カナダに逆転負け、責任を痛感するセッター岩崎。2セット目までは得点するたびにコートで笑顔を見せていたセッターの岩崎小嫁、35歳、は、 タオルで汗を拭いながらサンセット目から相手に流れが傾いた理由を冷静に振り返った。相手のサーブがずっと良かった。私たちもサーブで攻められなかったわけではないんですけど、ほとんどリベロに取られてしまって、崩せなかった。自分のトスも偏って、苦しい状況を作ってしまいました。負ければ当然、口をついて出るのは課題と反省ばかり。しかも、攻撃を組み立てるセッターとなれば、 その矛先が自分に向く機会も少なくない。岩崎に続いてミックスゾーンに現れたエースで主将の古賀紗理奈もアタッカーが100%で打てていない感じがあったと、トスの精度だけでなく攻撃の選択に関しても些細なズレを感じていたと指摘した。味方の返球や相手ブロックの位置、トスをどのタイミングでどこに上げるかという判断基準はいくつもある中、得点を取らせるためにどうするか。 目まぐるしく攻守が変わる中で瞬時に判断、決断が求められる。ただでさえ考えることだらけの上に、上がったレシーブをつなげるべくコート内での運動量も求められ、さらに勝敗の攻めまで追わされる。最も多くボールに触るセッターというポジションは、実に無言な役回りだ。だからこそ、その苦しさを少しでも分かち合いたい。タイムアウトやセット感。 ベンチに引き上げてくる岩崎の肩に倒ると、短い言葉をかけるのは関七海、25歳、だ。アップゾーンでは、リザーブの関も共に戦っていた。関は昨週の五輪予選では正セッターとしてコートに立ち続けた。パリ五輪まであと一歩と迫りながらもトルコ、ブラジルにフルセットで敗れて出場権を逃すと自分のトスで生かせなかったと反省の弁を述べながら、 ミックスゾーンで涙を流した。五輪前年の予選で正セッターを務めたのだから、ラストチャンスとなるネーションズリーグ、VNL でも関が司令塔としてコートに立つのだろう大半の味方に反し、初戦のトルコ戦から正セッターを務めたのは岩崎だった。その理由を誰よりも関が理解していた。